今回はシリーズでお届けしているチャイコフスキーの交響曲第5番の譜読み並びにアンプの作業の様子を実演していきます。こんにちは、 YouTuber のゆいこです。ご視聴いただきありがとうございます。では早速動画を撮っていきます。今日は短めに、はい。今、拡大読書器という、文字が、拡大した状文字を拡大した状態で読んだり書いたりする機械を使って譜読みを進めます。今日は7ページ目のですね、上から3段目まで進められました。今日は、今日はというか今回の動画は、何が大変だったか、苦労したかっていうのを中心にお話ししていきます。まず楽譜にこのように走り書きみたいな感じで手書きでね、大きめって書いてあったりするんですね。で、音符の 真上にくしゃくしゃくしゃってね、なんか書いてあったりすると視力の関係で見えにくかったりするんですよね。で、解読がちょっとね、読んで頭に叩き込むのが、正直時間かかりました。なのでこの目標としていた3段目まで覚えるまで1時間はかかりましたね。はい。で、さらに7ページ目の一番上の段の1小節目、なんか手書きでラインというかなんか書いてあって、で、音符がさらにこう8分音符がずっと続いているという感じなので、そこもね、音符が要するに細かいと結構苦労しますね。そうかと思えばちょっと進めていきますけれども、このように不点四分音符が3つとか、音符がね少ない分には譜読みがしやすいです。そして、次の2段目に行きますけれども、2段目のですね、もっと負担が軽かったのはですね、どこだっけ、不点二分音符はさらに不点四分音符より音符が少ないので、結構負担は軽かったです。はい。でですね、ちょっとあんまり長くなっちゃってもなんなので、じゃあ今日はね、どうやって譜読みしてたかっていうと、1小節ずつでしたね。この大きめって書いてある7ページ目の1小節をひたすらこんな風に弾いてましたね。みたいな感じで合ってたかな。そう、1小節をひたすら5、6回弾いて、でですね、次の2小節目につなげるっていう作業をまずやってましたね。こんな感じで。を5回ぐらいやって、で、2小節目につなげると。皆さんの想像以上に細かい作業を私のような、視覚障害者はやっていると思います。
まあ、ただ私はね普通の楽譜を拡大読書器を使って譜読みをしますけれども、中にはね耳楽譜が、中途でこう見えなくなってしまっ見えなくなったバイオリンの方もいてですね、その方は音源を吹き込んでもらったものをね耳で聞いてアンプしますっていうやり方をされてるみたいです。なので、まあ、いろいろありますね。はい、というわけで、今回は、3回目ですね、チャイコフスキー交響曲5番の譜読みアンプの様子の実演でした。はい、以上 YouTuber のゆいこでした。ありがとうございました。